はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安すでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、造血幹細胞移植の副作用とね、合併症のね、話をねしていきますね。まあ、僕の体験をね、経験とかは感じたことをね、交えながらね、お話ししていきますんでね。造血幹細胞移植の後っていうのはですね、さまざまな副作用やね、合併症がね、起こります。造血幹細胞移植にね、共通のその副作用としてですね、全処置に関連して起こるね、血小板の減少とか粘膜障害とかね、僕の口の中なんですけども、その粘膜障害っていうのとか、まあ、血球減少に関連して起こるその感染症ね、貧血、出血などが挙げられます。そのね、感染症は白血球が関連してて、貧血は赤血球が関連してて、出血はね、血小板が関連してます。これはね、全処置に使ったその強力な抗がん剤と放射線照射のね、影響だとね、僕は思ってます。で、またこのね、全処置の抗がん剤に関してもですね、またその後ほど詳しくね、お話しする項目がありますんでね。そして造血幹細胞移植が終わった後にね、移植変態縮小病 GVHD っていうのがあるんですけども、それに代表される免疫に関する合併症っていうのとか、免疫力が著しく低下することに伴うさまざまな感染症、これもね、白血球のことですね。白血球が下がるから免疫力がなくなって伴うさまざまな感染症と、移植後数ヶ月以降に起こる肺障害などね、晩期障害っていうのが起こります。このね、移植後数ヶ月以降っていうのがですね、期限がね、決められてません。まあ、人それぞれなんでね、誰も決めてくれないんですよ。まあ、なんならね、ほんと決めてほしいもんなんですけどもね。先ほどもね、お話ししましたけども、全処置に関連して起こる副作用をちょっとここでね、細かくお話ししていきます。通常の化学療法、抗がん剤やね、放射線照射と、ね、同じくですね、血球減少、これは白血球、赤血球、血小板のことですね、それの減少と、で口内炎でしょ、で脱毛で、食欲不振と吐き気と嘔吐で、下痢ね、などがね、起こりますけども、移植前処置ではね、害してその程度はね、強くなります。非常に強かったです。ね、昨日のね、動画でもね、お話ししましたけどもね、非常に、昨日のその前か、ね、以前の動画になるんですけどもね、まあ、地獄でしたね。強い口内炎、喉の痛みのためにですね、多くの患者さんはね、一時的にね、食事を取りづらくなります。で、医療用麻薬、モルヒネとかね、そんなんによってね、鎮痛がね、必要なこともあります。まあ、僕もね、この医療用麻薬っていうのがね、本当に欲しかったことがあります。でもね、まあ、そこまでって感じだったんで、ちょっと我慢しました。なんかね、その我慢しないとっていうか、我慢せんでもよかったんですけども、そのどんどんこう鎮痛剤のランクを上げていってしまうとね、ここまで行ったら次もうここまでないよ、薬ないよって言われるところがなんかモルヒネらしいんですよ。だから、ここまで行ったら怖いから、まあ、先生が言うには、ここまでぐらいで耐えれるんやったら耐えて行った方がいいよっていうふうにね、言われたんで、まあ僕はちゃんとお話を聞きました。またね、頻度は低いですけども、肝臓、腎臓、肺でしょ、で、心臓、で、中枢神経などのね、重要なね、臓器にね、障害が起こることもあります。臓器なら粘膜障害ですね。で、胃なら、嘔吐を。で、腸なら下痢ですよね。もうこれはね、両方ありましたわ。で、肝臓の血管がね、阻害されてですね、横断やね、肝障害とね、腹水潮流などのね、症状がね、出現する、その、肝中心静脈閉塞症っていうね、VOD は命に関わる重篤な副作用でございます。で、僕の場合はね、その先生がね、その、口酸っぱく言ってたんですよ。肝臓の数値が安定してるんで、横断は出てないんで大丈夫ですって。で、こう、来るたびに来るたびに今日も横断は大丈夫でした、今日も横断は大丈夫でしたって言ってたんですけども、僕のイメージからしたらね、横断ってね、生まれたてのね、赤ちゃんがね、
あのなるこう顔が黄色くなるやつなイメージがあるんですよ。でね、その赤ちゃんは生まれたて、まあ、1週間後にその黄疸が出たら、あのね、こう白いね、眼鏡みたいなのを、目隠しみたいなのをして、あのこれぐらいの、これぐらいなんかわかんないですけど、日焼けサロンの日焼けカプセルみたいなのあるじゃないですか、あれに入れられて、なんかほんまに日焼けの緑色のね、日サロイって言ったらわかると思うんですけど、その緑色の光を、ね、当てられてね、じーっと寝てるんですよね。もうそのイメージがあったんで、なんで大人で黄疸が出るんやろなと思ったんですけども、まあ、そういう理由があるらしいですね。肝臓のね、理由があるらしいです。異食変態縮死病ですね。GVHD でございます。これはもう、骨髄移植、造血幹細胞移植の後にね、特有にこう出てくる合併症のことでね、ドナー由来のね、ドナーさんからもらう、ね、そのリンパ球ね、まあ細胞ですね。骨髄液ですよ、言うたら。それをね、患者さんの、僕らみたいな患者さんのね、体の正常臓器をですね、異物とみなして、交易することによって起こります。ドナーさんからもらった細胞が、僕らの患者さんの体をね、交易するんですよ。それがね、GVHD です。それから重症化すると治療がね、難しくなってしまって、時には命に関わることもあります。でこれに対して拒絶反応っていうのはですね、僕ら患者さんの免疫細胞、まあ一応あるんですけども、白血球はね、一応はあるんですけども、そのドナーさんからもらう細胞のね、移植片っていうその、細胞を異物として逆に認識して攻撃することによって起こる合併症で、まあ、GVHD とは違います。GVHD は、ドナーさんから攻撃されることです。で、拒絶反応は僕ら患者がドナーさんを攻撃することなんですよ。ちょっとね、ややこしいですけどね。で、一方でね、軽症のね、GVHD が起こった方が、その攻撃されることが起こった方が、その白血病、僕らが持ってる白血病の再発がね、ちょっと減っていってくれて、僕ら患者さんの予後がね、良くなることが知られています。まあ、軽度のね、GVHD って言いましたけども、その軽度のってどれぐらいが軽度なんでしょうかね。どんな度合いでもね、出たらね、ほんま辛いですよ。でもね、これもやはりですね、重篤化するとね、やっぱ命に関わるのでね、免疫抑制剤とかね、ステロイドっていうのをね、飲んでね、この症状をね、抑えないといけません。で、これはね、移植後に残存している腫瘍細胞、まあ、白血病細胞を異物とみなして攻撃する免疫反応によるものなので、移植変態白血病効果、GVL 効果というね、いう名前がね、あります。そのためにですね、GVHD の治療ではですね、GVHD による臓器障害というその悪いね、側面をね、GVL 効果によるね、再発減少というその側面の相反する反応をバランスよく管理することが重要です。このね、バランスよく管理がね、先ほども言いましたね、免疫抑制剤とかね、ステロイドですね、それをね、飲むことによって、ね、そのバランスが保たれていきます。まあ僕も今飲んでます、すごいね。すごいじゃないですけど、だんだん減ってきてますけど、飲む量は。そして症状と治療ですね。GVHD はですね、急性と慢性の2つに分かれてて、病理組織、症状、発症時期によりね、分類されます。時期によって違うんですよね。ある一定のくくりがあって、そこからね、慢性、そこまでは急性っていうのがね、分けられてるんですよ。誰が決めたか知らんすけどね。で、急性と慢性ってね、診断基準やね、治療法がね、まだね、違ってきます。で、症状がね、起こる臓器はですね、まあ、急性では皮膚でしょ。皮膚やったら、僕の場合やったらもう分かりやすく、このね、シミになってるでしょ。もうこんなんですわ。これも一応皮膚障害です。で、肝臓と、先ほども言ったように肝臓のその、黄疸が出るか否かのね、心配される肝臓でしょ。で、消化器官でしょ。消化管か。食道とか胃とかね、腸とかですよね。で、慢性ではね、慢性でも皮膚が出るんですよ。で、口腔粘膜、口の中のただれとかね、口内炎ですわ。で、眼球。眼球はね、僕も出てます、今はね。最近マシなんですけども、花粉とかね、そうなんで結構乾燥とかでもやられるんですけども、目の中に、ね、変な繊維ができてね、目が開けられへんほど痛いってなったこともありましたし、まあそれもね、まだ後日お話しますけども、あと肺ですよね。これはね、その、まあ今も怖いですけども、まあ、症状とかね、程度はね、個人差がありますので、ちょっと様々なんです。で、GVHD の治療っていうのはですね、もう個人の状況によってもね、検討されます。まあ、ステロイド剤、先ほども言いましたね、ステロイドでしょ。で、免疫抑制剤を用いたね、全身療法が中心でして、
まあ、内服するね、飲み薬なんですけども、まあ、入院中はね、点滴とかで入れますけどね、でそれの症状に応じて、外用薬、塗り薬ですね、内服薬ね、飲み薬、で点眼薬、目薬ですね、それなどの、局所療法を併用します。本当にね、お肌に関して、皮膚障害に関しては、塗り薬やし、その臓器障害とかっていうのとかに関しては、飲み薬やし、で、目に関しては目薬なんです。ほんまにそういう風にね、局所的に、治療をしていきます。で、症状が出現した時のね、ケアなんですけどもね、皮膚の GVHD はね、そのまあ移植ね、を受けた患者さん、僕らみたいな患者さんの皮膚ってのはね、移植前処置、まあ、化学療法ね、抗がん剤、放射線照射によってですね、皮膚の再生に必要なね、基底細胞っていう肌の組織があるんですけども、それのね、皮膚膜のね、機能がね、障害されてね、薄く乾燥して傷ができやすい状態になるんですよ。もうカッサカサになってバリッパリになるんですよ。まあ、そういうことが起こる可能性が今後あるんで、そのためにその皮膚の GVHD がもしない場合でもですね、もう非常に弱い状態になってるんです。で、その予防のためにね、ケアをね、継続的に行う必要があります。だからもうずーっとね、肌荒れしてへんのになんで俺こんなクリーム塗らなあかんねんっていう状態の日もね、ありましたね。まあでも、それでもやっぱ出てきて全身ガッサガサになりましたけどね。もう見せれたもんじゃなかったんですけども、ほんまになんかガタ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 って触ったら今ツルンってして、ツルンもしてないですけど、ツルンってしてたのがガタガタガタってこうなったりね、することがね、ありました。専門的なね、その皮膚のケアっていうのはですね、その状況が困難だからっていうのとか、今後こういうのが起こりうるからっていうのを、ちゃんとね、看護師さんとかね、病院の先生がね、ちゃんと相談してくれて、話してくれて、これを塗りなさいって言って渡してくれますので。次はね、消化管 GVHD ですね。消化管 GVHD の症状っていうのは、ね、先ほど見ました、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐でしょ。食欲不振などがあります。自宅療養中にですね、まあ、今の僕のような感じの状態の時にですね、水のような下痢やね、強い吐き気とか、そのね、腫瘍を認めた場合にはですね、早めにね、先生にね、連絡してください。重症の場合はね、入院治療がね、必要になってきます。ね、消化管のね、安静のためにですね、口腔摂取をね、ちょっと中止して、まあ、食べるのをね、中止してですよ。で、点滴によるこの栄養補給をね、する必要がね、あります。で、口腔ケアですね。移植前処置にね、使う抗がん剤、化学療法とかね、放射線照射とね、もう一つ、その、慢性 GVHD っていうのはですね、この唾液腺、口の中に唾液が出る腺があるんですけども、それをね、阻害して、障害してしまってですね、口腔ね、口の中をね、すごい乾燥させてしまうんです。で、口腔粘膜細胞をね、それでね、破壊してしまうんですよ。もうカピカピになってたら、水分がね、出てこなくなったらね、もうそれだけでね、口の中の細胞でね、破壊されて死んでしまうんです。まあ、今まさに僕はね、この状態ですわ。またね、移植後のね、低免疫状態っていうのもあってですね、まあ、ほんまに低免疫な状態があってですね、この患者さんのね、口の中っていうのはですね、病原菌が発色しやすい状態にあります。そのためにね、広範囲にわたる、もう口の中全体的とか、喉の奥まで来るんちゃうかなっていうぐらい広範囲にわたるね、もう重篤なね、口腔粘膜障害をね、起こすことがあって、適切なね、口腔ケアによってね、二次感染をね、防いだりですね、QOL っていう、クオリティオブライフっていうね、生活をいかに健やかに過ごすかっていうような、ものがあるんですけども、それの低下を防ぐことが大切とされています。症状なんですけどもね、まあ、散々今ね、経験してることを言ってるから症状も分かってるわと思ってると思いますけども、まあ、移植前処置の影響による症状っていうのはですね、その先ほども言いましたけどね、膜炎でしょ、で、感染症、出血、で、唾液の分泌の低下、で、口の中の乾燥で味覚障害などでね、GVHD に悪化して伴い、その症状もね、悪化することもあります。で、今言ったその症状がね、全てにおいてグーンと悪化することがあるんですよ。もう大変。今でこそ収まってきましたけど、やっぱりね、その退院したての時ってちょっとしてからやっぱり、免疫力もない分ね、新しいね、家でのご飯とか家での環境とかっていう風な感じが馴染まないんで、体に馴染まないんで、それだけでしんどくなったりとか、まあ、それが一概とね、理由として言えないんですけども、もう口の中のただれがすごかったり、で、ちょっとしたことでお腹痛になったりしたんで、でも入院するほどではない。
あんなに苦しんでたのに俺入院まだせなあかんのちゃうかなと思ったんですけども、そうではないらしいんです。でもそれはちゃんと薬もらってるので、それで耐えましょうという、それで治療していきましょうっていう方針やったんで、その頃からずっと家で過ごしてます。そんな中でもですね、予防ってしていかなあかんのですよね。予防ね、症状をね、しわ症原に予想するためにはですね、予防が本当に重要です。まずその移植前処置、医療の超強力抗がん剤がね始まる前にですね、口腔ケアとかに関する説明とか、その中の口の中の診察がね行われます。必要に応じて口腔内洗浄指導、ね、歯石除去、虫歯の抜歯などのね治療をします。でその移植前処置からね白血球生着まではですね、移植後の白血球生着まではですね、その口の中口腔内のね清掃とね観察がね毎日行われます。で感染症の予防とかね食事指導が行われます。そうなんですよ、これね、移植する前処置をね始まってから、あのね美人歯科衛生士さんがですね僕の部屋に回ってきてくれてですね、毎日ね決まった時間にね歯磨きしに来てくれるんですよ。そのね、スタッフのユニフォームは着てるんですよ。でも白衣じゃないんですよ。でもなんか白衣の天使ってこういう人なんやろなっていう風なね、ちょっと、男やったら、あって思うような楽しみがありました。入院中に苦しんでる時にね、ちょっとくらいそういうなんか、あっていうね、嬉しいことがあってもいいかなと思ったんで、なんか、嬉しかったです。はい。ほんで、その口腔内の治療なんですけども、症状が起こった場合にはですね、粘膜保護、痛みの緩和、放射線、二次感染症予防などの処置が行われます。で感染症に関してはですね、その造血幹細胞移植ではですね、白血球生着後もね、白血球のね、数やね、機能がね、回復途上にね、あるためですね、非常に感染しやすい状態にあります。だから回復途上やからね、回復しきってないんですよ。白血球が少ないってことなんです。だからね、非常にね、感染しやすい状態にあります。でそのために、長期にわたって感染症の注意が必要です。今も必要です。特にこの時期ね。で移植後早期はですね、特に免疫細胞の数とかね、その機能がね、十分ではなくてですね、その移植ではですね、GVHD の予防と治療のためにですね、投与する免疫抑制剤やステロイド剤の影響で、免疫力がさらに低下します。そうなんですよ。あのね、白血球がね、増えてくるはずなんですけども、結局免疫抑制剤とステロイドを飲んだらね、それをね、こう免疫力、僕らの免疫力をね、ぐんと抑えつけようんですね。で、免疫力が十分に回復するまでにね、もう月単位から年単位の長い期間がね、必要なんです。かかるんです。僕、移植してね、今年の夏で2年になるんですけども、まだ春なんですけども、ね、それでもまだ免疫抑制剤を飲み続けてるんで、その免疫力をこう抑えつけられてるんです。だから非常にね、デリケートな、弱い状態なんです。で、その感染症になる原因っていうのがですね、もちろんその免疫力を抑えつけてるっていうのもあるんですけど、で主に細菌や真菌、カビですね、ウイルスなどがですね、体の外からこう新たに侵入してきて感染症を起こす場合と、もともとね、その体の中にもともといる菌とかがね、粘膜障害や免疫力低下に伴ってね、感染症を起こす場合があります。もともと持ってる奴らが悪さしおるんですわ。その後ね、白血球が生着してもですね、抵抗力が十分とは言えずですね、健康な人にはね、害のないようなね、弱い細菌、真菌とかでね、ウイルスなどによってね、日和見感染症をね、発症することもね、少なくありません。主な病原体はですね、そのカビでしょう、単体ヘルペスウイルス、サイトメガロウイルス、で水痘、水疱瘡ですね、帯状疱疹、これヘルペスです。アデノウイルスなどがね、代表的ですね。で、対策としましてはですね、その感染症予防のためにですね、無菌室や個室などのね、防護環境でね、治療を行います。また、日和見感染症の、ね、予防のためにね、抗菌剤とかね、抗真菌剤、抗ウイルス剤を投与します。特にね、免疫力が低い時期にはですね、病原体や感染臓器のね、確定診断の前にですね、治療を開始する必要が生じることもしばしばあります。自宅療養中の感染予防に関してはですね、手洗い、うがいだけではなくですね、食事や掃除、自宅で飼ってるペットの接触などね、細かい注意点にはね、退院前にはちゃんとね、確認してくださいね。予防接種ですね。移植前にね、罹患またはね、予防接種などによってね、得られた免疫力がね、移植後に低下あるいは消失してしまう場合があります。
いくつかのね感染症についてはですね、予防接種をね再度受けることがね進められています。で、移植後のね予防接種はね体調が回復してから行います。そうなんですよ、僕今免疫力とかその予防接種ね、赤ちゃんの頃からね、多分子供の頃大きくちょっと大きくなるまでにいろいろやった予防接種がね、あの全部ねチャラになってるらしいんですよ。だからまたその予防接種をねせなあかんらしいんですけども、まだあかんらしいですわ。せめてなんか免疫抑制剤飲まなくなるまでっていう風なことを言われてるんですけどね、種類によっちゃなんですけども、やってもええもあるんやと思いますけども、もうなんかこれはずっと打たれへんでっていうのはね聞いたところによるとね、生ワクチンが打たれへんらしいんですね。まだねそういうのもねまた後日説明させてもらいますね。といった感じで、造血幹細胞移植の後の、合併症副作用のお話を僕の体験とか経験を交えて感じたことをお話ししました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。